皆さんおはようございます。スタンピンアップジャパン公認デモンストレーターのウェラードサトミです。3月もすでに半ばに入りましたよね。日本ではそろそろ花粉とか、まあ、春めいてきたっていうふうに伺っておりますけれども、ここシドニーはですね、ということは反対ですので、確実に冬になってきたという感じでございます。まあ冬でないですね、秋になってきたという感じですね。ちょっとここのところ雨が続いてで、まあ、秋の模様深まるという感じなんですけど、まだ紅葉とかは始まってないぐらいなんですね。十分半袖でも大丈夫な気温なんですけれども、でもね、3月っていうのは毎年私言ってるかもしれませんけれども、冬時間にオーストラリアでも州によって違うんですが、ニューサウスウェールズ州っていうのは夏時間冬時間っていうのを行ってるんですよね。なので毎年3月のラストの週末がですね、夏時間から冬時間に戻るっていうことで、1日が25時間あるんですね。反対に夏になると23時間しかないので、それでちょうど1年間、平均すると毎日24時間っていうことになるんですけれども、なっていうことを言っておりましたら、時間となりましたので本題に入りたいと思います。まずですね、まあ、本題に入るその前に、Facebook そして Instagram などでは、昨日すでにお話ししましたし、ニュースレターを、ね、受け取っていただいている方にはもうすぐに分かったと同時に、リンクなんかも含めて、お話ししたんですけれども、明日からですね、セラブレーションのアイテムに通常カタログのものからのもの、それからオケージョンカタログのものもですね、一部無料でゲットできるようになるようになるんですね。もうびっくりですよね。私もですね、実は昨日の夕方知ったばかりです。これデモンストレーターにも直前にしか教わらなかったので、こんな形で、PDF のフライヤーをですね、ブログの方からダウンロードできるようにしておきます。本日のブログにもこれ貼ってますし、通常のね、ブログのこの右側っていうんですか、にいろいろパンフレットとかカタログダウンロードできるようになってるんですけども、そちらにもね、このリンク貼ってますので、ダウンロードしていただけます。ただちょっと私が気になっているのは、これ通常アイテムの製品とコードが違うんですね。なのでこの特別なコードじゃないとフリーにならないっていう注意書きが書いてあるんですが、これが実際オンラインストア上でいつものですね、セラブレーションのフリー5000円とか、フリー1万円っていうね、あのカテゴリーにジョイントするのかどうかっていうのが明日になってみないとわからないんですね。なのでですね、明日ちょっと実験をしまして、その結果、こんな風に反映されるのねというのが分かり次第、また Facebook ライブでご紹介したいと思います。で、ブログの方はですね、明日はすでにですね、ブログホップのスケジュールが決まっているので、そちらには更新できないんですが、一般の方でもアカウントなくてもですね、 Facebook 一般ページというのはご覧いただけるんですね。ただなんか生でライブが見れないっていうのは聞いたことあるんですけれども、そうでなければご覧いただけるそうなので、ビデオで、ね、残しときますのでね、オーダーの仕方早速見てみてください。はい、ということで今日はですね、スタンプスクールヒートエンボスの仕方ご紹介です。すでにですね、ブログでご紹介のこのカード、こんな形でほら素敵でしょう。今気がついた。海外のデモンストレーターさんなんですけど、オーストラリアのデモンストレーターさんのドーナさんが見てくれている
うふふって感じ。ちょっとインターナショナルな方を見ていただいてて嬉しい。言葉わからないけど、一応見ればわかるかなって感じなんですかね。これですね、とってもくっきり綺麗にエンボスされてますねっていうふうに聞かれました。で、なかなかうまくいかないんですよっていうね、まあ、お声も前からちょっと聞いてたので、今日はですね、初めてじゃない方も必見です。初めての方はさらに必見です。ヒートエンボスというのをご紹介したいと思います。ということで、まず最初、本当に初めての方のためにヒートエンボスをするときに基本ツールっていうのをご紹介しますね。まず、はい、ヒートツールです。これ熱を当ててパウダーを溶かしますので、こちら絶対必要ですね。そしてパウダーをくっつかせるためのインクということで、ウォーターマーク、スナップアートで書いてありますが、バーサマーク、こちら。要は粘着性のあるインクじゃないと、パウダーがひっつかないんですね。さらに、まあ、いろんな各種、スタンピンパウダーね、エンボスパウダー、色がいろいろあります。今日ご紹介するのはちょっと3色で、実際使うのは1色なんですが、ゴールド、他にもシルバーあります。コッパーもあります。そしてこちらクリアで、これがホワイトで、よくホワイトとクリアの違いが一見わかりませんっていうんですが、というお声を聞くんですけれども、実際にエンボスしてみた結果というのは非常に違うんですけれどもね、パウダーの色もね、わかります？違うんですよ。ホワイトね、ちょっとアイボリー系に見えるんです。見た目がわかりますかね。このカメラ上でちゃんと映ってるのかしら。こっちがクリア、こっちがホワイトということです。なのでちょっと仕上がりも、ね、見た目もね、ちょっと色違うんですよ。そして地味な脇役だけれども欠かせないエンボスバディ、見てください。これもうぐちゃぐちゃになってますよね。なんて言ったってこのエンボスバディ、私一番最初に買ったのがもう8年以上前、まだ持ってる一回買うと永久に持つんじゃないかっていう静電気防止パウダーなんですね。くっきり綺麗にできないんですっていう方、これ使ってますか？このエンボスバディ、バカにしちゃいけませんよ。これがあるのとないのとでは大違いですよ。なぜかというとですね、後でご紹介はしますけれども、ちょっとこれ見てください。なんかゴールドのいっぱいチラチラ飛んでますよね、あっちにこっちに。ほら、こういうの良くなってません？皆さん。特にこういうセンチメントスタンプ、ここになんかいろいろ余分なパウダー散ってますよね。これエンボスパウダー使ってないとこうなるんですね。でも同じスタンプでもエンボスパウダーでこの辺綺麗に、ちょっとこの辺はしなかったんですが、するとこんなくっきりと映るという大きな違いがあります。そして特にベルムでにエンボスするときなんかも、ほら汚いでしょ、この辺飛び散っちゃったりして。でもこっちすっきり綺麗にやってますよね。もうエンボスパウダーがなくてはなりませんという感じなんですね。で、ここで最初にですね、基本的なツールに関する、まあ、注意事項というか豆知識なんですが、スタンピンアップのこのヒートツール、低温、高温と、2度、2種類あります。1が低温、2が高温なんですね。実はこれそれぞれ使い道があります。一般的に知られているのは、インクをですね、アーカイバルインクとかって乾き遅いですよね。それをですね、乾かすときは、低温を使ってザーってやるとインクが早く乾きますよ。で、もう一個ですね、低温、実はベルムを、これ、焦げやすいっていうお声も聞きました。ベルムをですね、エンボスするときは、低温を使うと綺麗にできるんですね。それもちょっと後でご覧に入れます。で、あともう一個覚えておいていただきたいのは、実はこのエンボスパウダーには賞味期限がございます。まあ、食べるわけじゃないので賞味っていうのはおかしいんですけれども、何年っていうのははっきり決まってないんですが、まあ、でもね、何年っていう単位なのですぐなくなることはない、すぐダメになることはないですが、3年、4年ぐらい前のパウダーっていうのは特にコップ、
金属系シルバー、ゴールド、それからコッパーなんかはしばらく前のものだとやった時にこうやって盛り上がってこなくなってくるんですね。実はあと焦げた感じになっちゃったりとか、それ実は賞味期限切れてます。酸化するんですね。なのでこれ保管するときにまず暗い場所に置いといていただくのと、なるべくこういう最初に入ってきたちっちゃめのこういうジャーですね、大きい箱の方が大きい容器の方がなんか使いやすい気がするんですが、空気に触れて酸化しやすくなりますので、このちっちゃいジャーのままで入れといてください。そしてもう多分4年5年も持ってたら捨ててもいいんじゃないでしょうか。本当によく持ちますからねこれね。まあ、そんなことがちょっとですね、覚えておいていきたい、ちょっと豆知識というかなんですね。では早速、もう言うは、見るが、なんて言うんだっけ見る、百聞は一見にしかずということで、ちょっと早速、まあ、基本ということでね、やったことがない方のためにちょっと実演したいと思います。もうね、私、実はね、スタンプ、にハマったきっかけはヒートエンボスが最初だったんですよ。もうヒートエンボスを見て何これってなっちゃったんですよね。はい、まずヒートエンボスするときですね、紙、余分な紙をですね下に引いといてください。これはですね、エンボスパウダーをキャッチするためなんですね。はい、普通にこうやってバーサマークつけていきます。で、白地に白だと、まあ、白というかね、バーサマークっていうのはほら透明、どこに何があるか分かりませんっていう状態ですよね。で、この上からおしゃべりしてたからエンボスパウダー使うの忘れたから、こういうとこ飛んだっていう感じです。もといはい、この前の時点で今の悪い例エンボスバディで周りを静電気を抑え、そしてまあこんな感じでトントントンと、これ粉がちょっと出るんですよね。これでね、バーサーマークインクをつけたとこにしかパウダーがね飛び散らないということなんですよ。はい、もう一回やってみます。もうとんでもないですね。はい、わかりますか。ちょっと肉眼だとわかるんですけど、ちょっとこの辺飛び散ってるんですよ。そしてさらにこれですね、表面にまだふあのえっとふえなんていうんですかね、くっついてるのがあるんで、とりあえず拭き、余分なもの拭き飛ばしておいてください。そしてこの状態でエンボスするんですが、今パウダーのところ触ると、ちょっと触ってみましょうか。ほら取れちゃいます。なので触らないように。そしておすすめ、先にですねこれ、はい、戻しといてください。このためにペーパーを使っています。はい、こんな感じですね。で、いきますよ。いつもね音が結構気になってるんですけど、実は私前ね、別のメーカーのねっていうか、まあスタンピンアップの昔のこれ使ってたんですけど、今このタイプ皆さんがゲットできるのはこれね、すごくいいんですよ。音ねうるさくないんです、前私が使ってたやつよりも。ということで、まず最初、今高温2にしています。そして、これ、こうやってるとすごい熱いんですよ。もう触っちゃダメですよ。でもこれ、ガードがついてるので、この辺プロテクトされてるので、この辺は熱くならないんですけれども、しばらくスイッチオンして、1、2秒置いといてください。それから、こういう風にやっていくと、一瞬です。ほら、ちょっと色変わってきましたよね。これが始まるともう急に変わるんですよ。急に変わります。なのでちょっとあまり同じとこをやっていると焦げるんですね。要するに急に色がね変わってくるんで、そしたらもうすぐ次にね移してください、移動してください。で、ちょっと失敗例というかやってみます。失敗例なんですけど、これここ綺麗に
溶けて盛り上がってますよね。でも実はここまだね、もよもよってなってるの分かりますかね。ここがね、なんていうんですかね、点々っぽくなってる。滑らかじゃない。ここもそうなんですよ。これ実はまだね、溶けきってないんですね。なので、全体がスムーズになるように、当ててください。そうすると、先ほどもよもよってなってたところが、はい、わかるかな？スムーズになったんですよ。これ今すごくここ、こういうふうにするとわかりますか？スムーズに変わりました。そしてですね、これやったばかりね、すぐ触っちゃダメですよ。すぐ触るとね、もうちょっと乾いてるので大丈夫なんですけど、ちょっとこれもう一回温めてみましょうか。まず、やった後すぐ触ると熱いんです、まだ。で、ちょっとネチッとかするんですよね。で、この辺、ふにゅっとかなったりするので、すぐ触らないということをちょっと気をつけておいてください。そして、必ず、エンボスバディを使うということです。じゃあ次、ベルム行ってみますね。ベルムはですね、本当に静電気が起きやすいので、必ず綺麗にしたい場合は、くっきりはっきりね、こんな風にくっきりはっきりしたい場合はですね、必ずエンボスバディ使ってくださいね。そして、この上で同じく、先ほどと同じくやってみます。今度はですね、低温仕様でやってみますよ。もちろんね、高温仕様でやっていただいても大丈夫なんですけれども、焦がす心配がある方、同じところにずっとずっとやってたりするとね、焦がす心配がある方は、戻しときますね。じゃないと吹き飛ばしちゃったらとんでもないことになりますからね、これ。必ず瓶の中に、ジャーに戻してから、これを ブーッとやると。これよく聞かれるんですが、ヘアドライヤーと似てるから、くるくるドライヤーありますよね。あれでできますかって、できません。ヘアドライヤー、熱くなら、あ、そこまでエンボスするほど熱くならない、風が出るので、ブワーッとこれが飛んでしまうんですよ。これ、風あんまり出ずに、熱だけで出るんですね。はい、今、低温なんで、ちょっと、静かですね。はい。低温でもですね、普通のカードストックでも実はね、ヒートエンボスできるんですよね。ほら、でもベルムって薄いからすぐ低温でもね、色変わってくるんですね。こんな感じ。ほらほらほらら、もうすぐできます。で、ヒートエンボスすると必ず髪がちょっとね、曲がったりするんですけれども、裏からこんな風にまた熱を入れたりとか、あとは通常乾くとね、元に戻ります。私の経験上、そんなに気になりません。はい、どうでしょうか。できました。もうこのぷっくりした感じが何とも言えなくエレガントですよね。ということで、もし色を変えてエンボスしたかったら、一回エンボスした後で次の色でエンボスしていく形になります。ですが、重ねていくとですね、前に、例えばこれわかるかな？最初ゴールドでエンボスしてます。その上からグレーのパウダーかけましたので、はい、もちろん、グレーじゃなくてシルバーかけてるので、シルバーが上に乗っかっちゃっています。どん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 積み重ねていくので、上の方のパウダーが前のパウダーをカバーするっていう形になっていくんですね。そして、お見せするだけなんですが、こちらは、なんだっけ、ケイジンクレイズにゴールドってしました。エンボスパウダーはですね、要は下のカードストックの色に左右されないんですね。そして、こういった濃いカードストックの上に白いセンティメントを入れたい方、ちなみにクラフトホワイトインク、こちらでも
エンボスすることはできますが、バーサマークの方が、粘着性がありつつもくっきり押せるので、バーサマーク&白いパウダーっていう方をおすすめします。これはバーサマーク&白いパウダーという形でセンチメントくっきり映りますよね。本当に気持ちいいぐらい映ります。ですが、やってみると気がつくと思うんですが、パウダーの粒子がホワイト、おそらく他のものよりも粒子がね、粗いと思うんですね。なのでくっきり加減っていうのは、実はゴールドやシルバーの方が、今こっち綺麗な方、ゴールド、シルバーの方がですね、くっきり映るかなっていう気はしました。どうしてもほら、エンボスバディを使っても結構ちったりとですね、あとこの辺、若干かすれ気味になったりとかね、ちょっと、なんていうんですか、太くなったりっていうのはホワイトにもあります。それはそれで、まあ、ホワイトのパウダーの味ということじゃないでしょうか。はい、次はですね、クリアエンボスパウダーのお話をしたいと思います。クリアエンボスパウダーというのは、クリア、その名の通り色がつかないタイプなんですね。なので、どうやってクリアなものを利用するの、いつ使うの、クリアなのに見えないじゃんっていう、疑問を持ってらっしゃる方いらっしゃると思うんですが、実はですね、クリアというのはクリアだけで、まあ、使う場合もあるんですけれども、いろんなテクニックと組み合わせてきます。まずクリアだけで使う場合はこういう形、これマリーナミストカードストックなんですが、そこにバーサマークで押してクリアパウダーをかけました。そうすると分かります？ちゃんと見えてますよね、濃くなって。つまりカラーカードストックにクリアを使うと、そのカードストックの色が濃くなって、その色として出てくる。さらにテカテカ感も加わって、とっても素敵な効果が見えるんですね。ちょっとね、やってみましょうか。もうお見せしてますけれども、やってみましょう。はい、そしてここでおすすめは、先ほどですね、私ゴールドのパウダー使ってた時にこっちのペーパー使いましたよね。でこれ少し実はまだゴールドのパウダーね、残ってるんですよ。なのでエンボスパウダーの色を変えた時は、この受ける紙の色も変えてください。紙の色じゃなかった、受ける紙を変えてください。じゃないとですね、パウダーがね、混ざるんですよ、戻した時に。なのでこれ注文した時に、スタッピアップ注文した時に入ってくるインボイスっていうんですか、あれいっぱいあるんで、この紙をいっぱいね、オーダーしちゃってるのでいっぱい余ってますので、これを使ってですね、私はエンボスのこの受け皿にしております。はい、バーサマークで押しただけの場合はこんな感じで、これはこれでね、ウォーターマーク加工というんですが、素敵な感じになります。はい、間違いないように、今これホワイトでした、こっちがクリアでございます。クリアもね、粒子が細かいので綺麗にできるんですね。はい、いきますよ。あ、やばい、まずい、先にこれちょっと置いといて、ブーンと飛び散らないような位置に置いといて、はい、いきます。実は低温仕様でも一般のカードストックもできます。ただちょっと時間がかかりますので、一般カードストックはベルムよりは熱いので、ちょっとだけ最初温めておいたら、もうすぐにクリアはですね、最初白っぽくパウダー見えるんですけれども、溶けていくとどんどん透明になる。ほら、わかりました？今色がほらパウダーっぽいのがなくなって、はい、テカテカになりました。逆さまでしたね、イメージが。はい、テカテカになりました。これ今触るとまだちょっと若干ネチネチしています。なのでちょっと冷やした後で触ってくださいということです。で、このクリアパウダーですね、実はとっても面白いことができるんですね。真っ白な
真っ白な、ウィスパーホワイトにですね、まず最初押してみますね。白オン白なのでほとんどもう全然見えないんですけれども、あ、今ちょっとねこれが汚いのでついちゃったんですね、色がね。なのでバーサマークのインクパッドも汚さないように気をつけといてください。いいですか皆さん。じゃないとこのスタンプ自体がに色がついてたりとかね、前の、あとこのバーサの方にちょっと私も汚れてきてるんですよ、こんな風にね。そうするとですね、ほらね、こんなのついちゃってたりするから、クリアにした時クリアじゃなくなります。だってインクの色がついちゃってるから、ということで、でもう白にすると全然ねわかんないんですけどね。今実は私バーサマークの方がちょっと汚くって、若干この色がつくんですよ。なので全く白じゃないんですが、これですね、このままにしておくと全然わからないですよね、どこに何があるかってね。でこのクリアなものをこんな風にホワイトのカードストックで使う理由はですね、エンボスレジストって言って、これです、これです、このテクニックをねするためなんですね。でついでにですね、もう一個やっときます。通常のこのスタンピンパッドですね、これでも実はエンボスできるんですよ。でもね、ささっとやらないと、これがくっつかない、エンボスパウダーがひっつかないので大変なんですが、これ先にですね、バーサマークをつけといて、その後から普通の、はい、逆じゃないですよ、気をつけてくださいね。最初バーサ、次に普通のインクパッドを押して、その状態で押します。でその後ですね、これダブルでインクつけてて濡れてる時間が本当に長いんですね。なのでこの上からつけてもちゃんとねパウダーねくっついてるんですよ。で確かに色は若干薄まるんですが、それでもねかなりね綺麗にエンボスできます。つまり皆さん、お手持ちのインクパッドの数だけエンボスできるってことなんです。クリアがあるとすごく嬉しくないですか。ほら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 、盛り上がってきた盛り上がってきたとか言ってはい、若干ですね、あ、大丈夫ですね、はい、透明になってきたらキラキラしてきたら出来上がりです。まだちょっと本当はちょっとしてみたいかな、もうちょっといきたいかな。盛り上がり方がねちゃんと盛り上がらないとね。はい、ですぐ触るとネチョネチョするのでちょっと置いておきます。こんな風にですね、お手持ちのカラーどれでもインク使えるんですよ、バーサと。そしてこの後です、これからお見せするのがこの特にクリア使ってる意味、エンボスレジストというテクニックができます。ですか、いきますよ。はい、これバミューダベースタンビングスポンジ、いきなりやるとですねガシッとつくの、ちょっとこの辺で色を抑え気味にして、クリ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 、ほら下のイメージが浮かんでくるんですよ。すごく素敵じゃないですか。そしてね、これこの上もですね着色しても、実はエンボスした部分っていうのカバーさ、コーティングされてるので、上からインクをつけても、これ水溶性のインクじゃないとダメなんですけれども、上からインクをつけてもですね大丈夫なんですね。そして今ちょっと手元に準備していくのをまた忘れちゃったよって感じなんですが、これでいけるでしょう。今ですね、このエンボスパウダーのクリアエンボスパウダーした上にはインクの余りがあります、乗っかってます、吸収されません。ほら色ついたでしょ。なので終わってからちょっとだけこんな風に拭いておいてください、乾いたペーパーでね。そうするとはい、
エンボスしたところはですね、着色せずにその周りだけがね、こちらも、最初にやっておいた方なんですけど、着色できてすごく素敵なことができるんですね。例えばほら、これなんか素敵じゃないですか。ここクリアエンボスパウダー、ゴールドをその上から乗っけたので、ちょっとここもうかぶさってます。そしてその後ですね、ここのお月様をクラッシュドカリで押しました。でその上からクリアエンボスしてるので、わかりますか、テカテカしてるの。はい、ここもだからクラッシュドカリ色つきませんね。そしてここはシルバーで点々、ちょっと星のように。で最後にですね、バミューダベイ、それからアイランドインディゴ、そしてナイトオブネイビー、この3色でこんな風に着色していきました。そうするとほら、もともとこうやって白く残ってた、エンボスしてなかった部分だけ着色して、エンボスしたところはコーティングされてるんで、そのままなんですよ。もうすっごく素敵なバックグラウンドですよね。これいずれ近いうちに完成品に仕上げて、またブログに載せたいと思います。はい、ということでこちらがですね、初めてのヒートエンボスレッスン1ということで、基本ツールのご紹介、そしてちょっと注意しておくこと、それからですね、エンボスレジストというのをご紹介しました。またですね、実はヒートエンボス2っていうシリーズがあって、そちらはこのエンボスレジストテクニックをもう一歩進んだ、もう一つのエンボスレジストテクニックをねご紹介したいと思います。ということで、今日も一日皆さん良いハッピークラフティングタイムをお過ごしください。